と思ったおめえなめかやこれだいぶ中途半端舐めてるやつ見せんなよここにモザイクバイクまではいかんけどまあセーフかなこれさドクロのさ顔がついてラメなんよドクロが見えがなちょっとだけ鼻が見えるはい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 そうですかそうですかここにお味噌ああそういうことか、うん、怖いねうんああもう噛んじゃったんだね噛むちゃうわあそうですかいいよすげえでしょ動画の最中にさ飲み物飲んだりこんなことしたらどの口が言うんだどの口が言うんですかこの口ですあそうですかうん言い訳昨日のえ昨日さ何落語見に行ったじゃんおいしきべなんだい兄さんめっちゃいいよねこっち見たら男の人でこっち見たら女の人になるじゃん、うん、野暮なことを言う方だわいいではないかやめてあーやめてなかなか上手だよねああいう感じでやっぱね喋るのが上手じゃないっていう件は我々も、うん、ああ野暮なことを言うねちょっと上がってきちゃいや、ここだけ覚えてるそこばっかりじゃダメだよ話じゃないがそれを応用して、うん、皆さんにお届けするときに上手に話をしようって言うとるんだから、からコントコント、うん、コントとかなんでやねんまた仕掛けちゃったの昨日ね、うん、プレバトみたいなうん、俳句やっぱ俳句だわこれからは時代は俳句だ俳句は得意よはいいいよもしろじゃあかぼちゃで一句はいかぼちゃで一句お願いしますああおいしいああおいしい最初から6でいくんですねいえああおいしいああおいしあしねはいああおいしい、はい、ああおいしい、はいかぼちゃの種ガジガジとはい6点10点満点中違うよ、10点満点夏井先生もびっくりだよ、めちゃくちゃ先生もやってみせいかぼちゃリックかぼちゃリックねチャコランタンかぶってこけてヘタこいたチャコランタンチャコランタンチャコランタンって言うだろあのかぼちゃのお化けのことチャコランタンって言うんやこいつのことあそこいつ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 チャコランタンチャコランタンのをこうやって頭にかぶってわーってやっとったらこけてヘタこいたこれヘタだろ冗談ギャグだろお後がよろしいようでてけてん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 どうだったよ。じゃあ、でもなんか体が重いよね。なんか重たいのよね。かぼちゃのようだ。体重だよ。去年のさ、うん、今頃もさ、うん、言っとった、うん。それでちょうど去年の今頃にダイエットしてる。はい。あ、そうなんですか。もう1年も経つあれから。1.8kg 増えたね。あ、そう。はい、どうぞ。でも飴玉食べとるけんその分か。69.2 おかしいなおかしいなおかしいな懐減って腹さあやるよなんかさ、うん、あのえ今ので今日はあれがメインじゃないのあ最高がメインじゃないの違うお前さあの最近ちょっとなんて言うんだろうなこうまあ、天候の変わり目というか、なんかだるいだるい言ってらっしゃるじゃないですか。どっちかかというと機嫌がいいか悪いかで言うと悪いちょっとやさぐれモードに入ってるやっぱりそういう人はね、カルシウムが足りないと思うよ。あ、カルシウムね、言われて食べてる今食べてるお魚食べてる、お魚食べてるあ、そうこれ言うじゃん、カルシウムが足りないと、うん、カリカリするってねうん、言うが、うん、言うよね、うん、で、リアルにどうなんだろうと思ってほら、やると採血だ
なんか違う採血ホントにあのカルシウムってどういうことかなと思って、あのデータで見たらどうなんだろうと思って俺思うわけ。読みときイライラしてんだろ。逆にさ、リアルにこんなひかちゃんに採血するなんてもう先生命だ。分かんない、今日は手が出るかもイライラしとるんだったらやっぱりちゃんと調べて見て、でも狩りが足りんか、原因がそこだったら狩り狩りシウムのこと。あ、そうですか。カリっていうとカリウムのことだと世の中では思われるからね。カリシウム、いやカリシウムって長いけさ、じゃカリのそのことをカルっていうの。カルシウムのカル。あ、カルね。わ、うん、かりにくいわ。滑舌が悪いだけ我々。カルがさ。カルだかカリやかわからんかな。もうわけわからんな。じゃあカルルンが。まあもういいよ。でも。なカルルンが何？カルルンがね、少なかったらさ。うん、それがイライラの原因ってこと？うん、かもしれないだろ。ひかちゃんイライラの原因知ってるもん。何？これか。排除！排除！排除！僕はね、二人でね、仲良くやりたいんですよ。うん、僕愛情を持ってね、毎日接してますけど、はい、これですから。わかるね、皆さん。怖いよ、怖いよ。やるで。足りんかったらカルシウム取ったがいいんだって。なえ、じゃあさあ煮干しちょっとカリカリするぐらいでダメかもしれんが、してもこんなに低いんだってなるかもしれん。マグロ寿司ゾンビ分からんけどまあいいです、なんでもいいですけど、まあ、なんでもいいけど、まあ、とにかくやってみよう。やってみようか。やってみよう、やってみよう、うん、ってことであの、ちょっと血の気もさ、今多いけんさ。なんで血の気が多いよ。え、いろいろそこまでイライラするから血の気が多いちょっと吸っとってもらったらいいかも。ああ、まあ、そういうことか。ちょっと血をひらかして、ひらかしてごしない。そうですか。もう。ということで、やってみよう。レッツ採血！イエーイ！失敗したらいいな。だいたいね、このイライラする原因はね、まずね、先生なんよ。だいたいさ、遅刻するでしょ？あと、ひかちゃんに臭いって言うでしょ？あと、ひかちゃんに、なんか、いろいろ文句を言うでしょ。わー、もう全部先生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 だ。さあやるよ。おい七兵衛、おい六兵衛、くせえお前ゲップしたの。んゲップしたやろ。おなだね。お前のとこゲップくせえんだよ。おめえもう邪魔しないで。今落語してるでしょ。うっせえやくせえじゃん。あー分かったか、早く言ってくださいよ。ここでスッとしようか。うん、あのさ、秒速で頼むよ。ひかちゃんイライラしてるから。なんかイライラしてるね。カルシウムが足りないかもしれませんからね。カルシウムこれでいいの？いいよ、これでするの。うん、ひかちゃんカルシウム調べるの初めて。いったこれで怒ってますからね。これでね、びっくりしちゃった今。だから、あれは早く乗せろよ、ボケ出す。まあいいでしょ。優しくね。痛かった、優しい。いくで。もうやる。もうやるよ。もう3分ってやるよ。やだ、最初のあれが楽しいのに。やめてー、やめてー、ちょい。あれがしたいんだけど。早くして。だから、ここ。つまが出た。こんなんが刺さるからね。待って待って待って、なんだ、唾が飛んだ。うわぁ、そうやん。じゃあ、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 せやっぽくやんすか。いくで。え、いいよ、消毒は。いやーす。そんな消毒せんでいいよ。いくよ。待って、ある？はやこと集中してるからね。ねえねえ、先生いつも怒っとるじゃん。何が？採血するとき。なんで？へいけー、あれもカリウムが足りてないね。カリウムちゃんカルシウム、カルシウム私は足りてるわよ、いつも穏やかでしょ、皆さん。こうやって、爽やかよー。いいですか？いいよ、ちょっと怖いね、今日は。じゃあ行くよ、よーい、ドンって言って始めるからね。よーい、ドン、うどん、よーい、卵丼、おそば、天丼。
ねね、あのゴルフ、ゴルフで言うときなんだっけ。何、パターか。うん、こうやってなんとか、なんとか、キャンプメーみたいな。え、なんだっけ、あの言い方。さすがや。ねね。え、タンタンメーン。あ、タンタンメーンか。え、いいよ。え、いいよ。タン。あ、ちょっとちょい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 、カーサーメンより醤油ラーメン。わかったわかった、醤油ラー、いくよ。うん、なんか角度が今日変だって。醤油ラーメン、メン、メン。失敗ですね。全然痛くなかったんじゃない今日。あれ、そうした。なんかすごいスッと入ったよ。全然痛くなかった。でしょう。自分でも思った。うん、何の抵抗もなかったね。1、2、3。今日何のあれもない。すごい切れ味かもしれん、この針が。ねえ、びっくりしたよね。ひかちゃんさ、あのひかちゃんのがノーリアクションだったからね、今日は。やばいね。痛くない。え、これなんでだもんね。なんで痛い時とさ、同じ血管でもさ、なじみやるんだろうな、ちょうど。多分ね、分からんけど、角度も良かったのかもしれん。すべて、なんか今日いつもとさ、角度が違ったよ。あ、違った。その角度大丈夫と思ったけどさ、はぁ、すんだって。なんか、いろいろこたまった。あれよ、あの、手応え、あの、こうね、真剣で、こう、竹切ったりする時もさ、うん、あの、完璧にした時は手応えがないって言うじゃない。うん、スッとね。あ、そんな感じだった今。確かにこれ、これ本当刺さったのかなと思った。抜くだけはさっぱり痛くない。はぁ、なんか髪の毛が刺さったかなぐらい。ふぅぅぅぅぅ、よかった、よかったね。ちょっと物足りな。あ、物足りんわ。じゃあ、じゃあ見せてごらん。はい。痛い思いならいくらでもさせてやるわ。悪魔が取り付いとるわ。ということで、悪魔が取り付いとる。じゃあねー。あ、ちょっと、ね、うらー。じゃあねー。アルマメ。カルシウムは後ほど。あ、後ほど。じゃーん、最後までご視聴いただきありがとうございました。ゆり先生のひかチャンネルでは日常的な医療的な疑問に答えております。毎週水曜日は9時から生配信もしてます。あとはインスタグラムやTikTokもやってます。はい、見てね。チャオ、バイバイ。これいいですか。いいよ。